教育直後をテーマに子どもさんも分かりやすく歌えるように作りました、どうかお孫さんやまたお子さんにも聴いてもらいたいし歌ってもらいたい、そんな気持ちを込めて聴いてください。大切な宝物。
Oh!
Yeah.
私自身はこういう曲を、本当にこう悪く思われたくないし、うん、当時の人たちの思いをつなぎたいっていう一心でこう歌ってるんですけど、うん、もっと多くの、ね、若い方々とか、うん、もっと多くの方々に、歌ってもらえたら嬉しいなって心から思います。そんな中でも自分ももっともっと頑張っていかなあかんのですけど、もっと広げていけるようにしっかりと一つ一つ細かくなっちゃうかもしれないけど積み重ねて自分のできること精一杯やっていきたいなと思います。子供、甥っ子と姪っ子がいるんですけどその子たちをイメージして作りました。Thank you.
って今も苦しんでる人もたくさん中にはいると思うから、そういう人に届けられたらいいなって思います。聞いてください。足の質よ、悔やみ恨みや羨みを思うだけ吐き出し、人の弱みを見て癒される、それでなんとか息をしている。もしもあなたが今でもここにいてくれたなら、こんな風に汚い自分にならなくて済んだよ。ここにいてさえすれば生きるんだと軽々しく言わないで、生きてるだけのどこに価値があるの、誰のためにも何の役にも立たないことがどうしても辛い。
とおじいちゃんをつないだ大切な曲です。私が戦時歌謡を歌うようになったのはこの曲がきっかけです。聴いてください。愛国行進曲。
けど。